こんにちは、宮崎大学政教学生委員会のテッシーです。本日は大学の施設の紹介をしたいと思います。まずはこちらのフリップ見てほしいんですけど、宮崎大学は2つのキャンパスに分かれていて、木花キャンパスと清田キャンパスに分かれています。木花キャンパスには教育学部、工学部、農学部、地域資源創生学部が、そして清田キャンパスには医学部があります。またこちら付属小学校や付属幼稚園も宮崎大学の施設となっています。今回は清田キャンパスを詳しく見ていきたいと思います。今回紹介してくれるのはこちら2人、パー君、リッキー。はーい、僕たちは今医学部前にあるヒポクラテス像前にいます。これから清田キャンパスの施設を詳しく紹介していきます。まずはこちらが医学部の講義実習棟です。主に医学科が講義や実習を行うところです。講義を受ける教室や顕微鏡を使って組織学などを学ぶ組織実習室もあります。そしてあちらは基礎臨床研究棟です。日夜医療のための研究が行われています。その基礎臨床研究棟の前には広い芝生広場があります。テラス席もあって外の空気を感じながら休憩したり食事をしたり勉強している学生さんもいますよ。天気のいい日は気持ちよさそう。リフレッシュできますね。それでは少し移動してみましょうか。ここが福利施設棟です。ここには学生支援課や学食、書店などがあります。まずは学食。清田キャンパスの学食は木花とは違うの？ほぼ同じメニューが食べられますよ。期間限定のフェアも同時開催で行われています。生協のツイッターやインスタグラムで随時情報が発信されていますから、ぜひフォローしてみてください。次はここメディカル田中です。難しそうな本ばかりですね。ここには医学部が授業で使う教科書のほか、医学書や医療専門書など医療に特化した書籍が展示販売されています。医学関連図書のみ？いえいえ、もちろんカウンターで注文すれば医学関連図書以外にも雑誌や漫画何でも取り寄せることができます。次はここ学生支援課です。医学部生が入学してから卒業するまで勉強と生活の両面をサポートしてくれます。体育施設の予約やレクリエーション等に必要な物品の貸し出しも行っているよ。そしてこの福利施設棟の2階には臨床技術トレーニングセンターがあります。さまざまな種類のシミュレーションルームがあって、医学生や研修医などが実習を行っています。さらに移動してみよう。渡り廊下を過ぎるとここは総合教育研究棟、主に看護学科の授業や実習が行われているところです。1階は広々とした吹き抜けのホールがあって、プレゼンテーションホールやラウンジもあります。2階には情報処理演習室があって、授業で使っていない時間であれば学生はパソコンを利用することができます。その他さまざまな実習のための機器や模型を完備した実習室があります。さあ最後はここ、医学部附属病院です。宮崎大学医学部附属病院は最新の医療機器を備えた宮崎県の医療の中核を担う病院です。医学部生は患者さんのご理解ご協力のもと、附属病院内で臨床実習などを行っています。ヒポクラテス像前に戻ってきました。清田キャンパスの施設紹介どうでしたか？弟子、お返しします。はい、2人ともありがとう。ゆっくり大学校内を見学したい人は8月にあるオープンキャンパスや11月にある学祭など参加してもいいですね。今回は清田キャンパスの施設紹介をお送りしました。木花キャンパス編も見てね。